TBS、スノーマン a n 向井浩次目黒連羅出演、冒険少年、放送終了今後の特番放送の可能性に言及。モデルプレス2024-0305、TBS は3月5日、都内にて、2024年4月期改編説明会を実施。2024年3月をもって、同局系バラエティ番組、アイアム冒険少年、毎週月曜夜7時からが終了することについて、 今後のの番組の展開について説明した。冒険少年、放送終了へナインティナインの岡村隆、ココリコの田中直樹を MC に、SnowMan の目黒蓮や向井浩二が出演した同番組は、3月4日に最終回を迎えた。今後、不定期や特別番組などで続く可能性について聞かれると、子供を中心に人気を発揮した番組ですから、そういう視聴者の皆様の声があればその期待にいらえていきたいと視聴者の声には応じたいとしつつも、 現在そこの決定事項はありません。と放送予定は決まっていないとした。また、ここからの検討事項かなというふうに思っています、と検討段階であることも明かしている。なお、4月からは毎週月曜夜7時より同局系音楽番組、CDTV ライブ。ライブを2時間番組に拡大し、届ける。TBS、2024年4月改編テーマは、強さを広げる。 TBS テレビの2024年4月改編は、強さを、広げるをテーマに掲げた。強い番組、そして強い演出家の活躍の場をさらに拡大する。改編率は前日8.02%、ゴールデンタイム、19時から22時23.73%、プライムタイム、19時から23時26.67%、2024年3月5日現在で。 前回の2023年秋と比べて大幅な改変が見られた。